今日はですね、こちらゲストをお迎えしてお話を伺いたいと思います。今日ですね、本日東証マザーズから第一部銘柄へ市場変更となりました。コード番号2121株式会社ミクシー代表取締役の木村光希社長にお越しいただいております。どうぞよろしくお願いします。すみません、私読み上げるの初めての本ですから、はい、なくて申し訳なかったんですけども、もう御社の名前はですね、はい、もう本当に、投資家の間で知らない人はいないというぐらい、はい、もうその会社がようやく、東証一部へということで、本当に今日はおめでとうございます。ありがとうございます。ただ残念ながらね、ちょっと金をまだ、そうなんですよね、はい、ちょっとびっくりしましたね、はい、ちょっとその辺残念ではありますが、はい、今日は気を取り直していただいて、はい、投資家の皆様にお話しいただきたいと思うんですが、はい、ではまず皆様ご存知だと思うんですけれども、御社の事業内容といいましょうか、はい、そちらからお話しいただければと思います。はい、はい、そうですね、ミクシーって名前久しぶりに聞いたなみたいな方、多いのかなと思うんですけれども、私たち何屋なのかというと、ターゲット家族や友人とコミュニケーションを楽しみたい方々としてですね、SNS などのプラットフォームだけではなく、ゲームあるいはスポーツとか、話題の中心となるようなコンテンツですね、その両面から、数千万規模のお客さんをこう持っているっていう、そういう企業だというふうに覚えていただけるといいかなと思います。はい、ではその御社の強みですね、はい、そちらをお願いいたします。そうですね、こう自分で言うのも口はばったいんですがいえいえ、どんどんアピールしてください。アートとテクノロジーの交差点というふうに、定義してましてですね、ちょっと次のページとかをご覧いただきたいんですが、はい、今私たちコミュニケーションっていうところで、その話題の種となるゲームとかを作っていくのにですね、やっぱり大きな話題を呼んでいかないといけないと。そうすると、IT 企業としての技術だけではなくてですね、やっぱりさまざまなクリエイティビティを発揮できるアート性、感性みたいなのをすごく重視していまして、ちょっと画面ちっちゃいんであれですが、こういうようなスタジオを完備していたり、あるいは AI とか新技術を学べるハイレベルなトレーニング環境を準備していたりですね、この両面を、高いレベルでですね、ハイブリッドしてやっていくと、ここが私たちの強みだというふうに思っています。こういうところからやっぱり新しい創造性というんでしょうか、やっぱりクリエイティビティのこう高さが、水準がどんどん上がり、そして、新たな創造性がこう発揮されると、そういう相乗効果を狙われているということなんでしょうね。なかなかね、テクノロジーだけでもダメでしょうし、クリエイティビティだけでもダメでしょうし、そこのところはやっぱ御社の強みということになっておりますが、では続いてその事業内容をさらに詳しくお話しいただけますでしょうか。そうですね、ミクシーという社名から SNS のイメージ強いかもしれないですが、私たち、世界売上ナンバーワンになったモンスターストライクを擁するデジタルエンターテインメント、ゲームのような領域、それから千葉ジェッツというプロスポーツチームっていうのを傘下に収めているスポーツ事業、その中で一番成長率高いですね、競輪競馬の事業であるチャリロト、あるいはネットドリーマーズ社っていうですね、こういうスポーツ関連かなり力を入れてます。そして、家族間 SNS の見てね、今これ、累計の登録者数700万まで来ていてですね、かなりそういう新しいコミュニケーションプラットフォームでも、どんどんと芽が出てきている、そんなような状況であります。こういう組み合わせってやっぱり探してもないですよね。そうですね、私たちにとってはもう全てコミュニケーションを届けていくためのツールとして捉えていまして、私たちにとっては共通のものなんですね。さまざまな生活者の生活シーンの中で、SNS で、あるいはスポーツで、ゲームで、さまざまなシーンでコミュニケーションの場ってあると思っていて、それらを私たちはマーケットとして、刈り取っていくっていうのが、こっち番組の性質であるんですけど、勝負していきたいなと思ってます。それはでも楽しみですよね、本当に。いろんな利用される方がね、いろいろ楽しみが増えるということになりますが、そうした中でこれミクシーのこれまでの歩みというのをちょっと作っていただいたんですけども、そうですね、最初は求職サービスのファインドジョブから始まり、SNS のミクシーでこう大きく、ユーザーボリュームとか商売のボリュームが上がっていって、
で今度、ソーシャルゲーム、コミュニケーションを主体としたゲームで1000億、2000億というふうに、どんどんレベル感を上げていって、で今さらに足元、新たなチャレンジでスポーツというところに、かなり積極的な投資をしていますと。あ、これもですね、まあ、この、 広がりがね、もうこれまさにここでよく分かりますよね、はい、さあそうした中で投資家の方気になるところはですね、はい、まあ、やはり業績というところにはなるんですけれども、こちら通期業績の予想についてですね、お話しいただけますでしょうか、はい、そうですね、今売上高で1000億そして、まあ、営利で110億で、はい、まあ、注目してほしいのは、まあ、EBITDA で、まあ、150億ぐらい作っていく、はい、まあ、これは最低限、まあ、ここまでは作っていく自信があるという表れだと捉えてほしいです、はい、で実はこれコンサバティブフォーキャストになってまして、私たち新たな新規事業の、はい、アップサイドってのは全部ここに入れてないんですよね、はい、だいぶ保守的だということなんですね、はいはい、やっぱりですね、はい、エンタメの事業ですんで、まあ、乗るかそるかみたいなところがありますんで、私たちいつでもですね、はい、また数百億あるいは1000億超えるような売上っていうのを目指していけるような、まあ仕込みっていうのはしてますけれども、はいはい、まあ、なかなかここに入れちゃうとフェアじゃないかなと、はい、まあ、入れてはないんですが、まあ、最低このぐらいっていうのは作っていく自信は、はい、あります、はい、こういうベースがあってさらに次のこの配当等の株主還元というところでございますよね、はい、そうですね、配当成功 20%、まあ、もしくはDOE の 5% っていうのを目安にっていう形で、まあ、きちんと配当を出していきながら、はい、成長も目指していくっていうのが私たちが株主様に向き合っていくべき姿だというふうに今捉えていまして、はいはい、まあ、新規事業に対しての積極的な投資っていうのはさせていただいてますが、はい、まあ、それによって配当を減らすってことを、まあ、あまりしたくないなと思っていて、まあ、ここはきちっとやっていきたいなと思ってます、はい、となりますとこれね、まあ、横ばいないしはこう、ね、上向き基調というところなんですが、はい、これ、まあ、コロナウイルスの感染拡大による影響というのはあまりなかったと考えてよろしいんですか、はい、そうですね、足元で言えばやっぱり巣ごもり需要みたいのがありましたので、あ、まあ、ゲームであったり、あるいは公営競技というところでは、まあ、多少追い風なところがありました。で、またオンラインで物を楽しんでいただけるという、まあ、文化がそこでできたことで、はい、このまま定着していってくれると、はい、さらにうちの会社なんか伸びていくんじゃないかなと、はい、あ、はい、先ほどのデジタル化っていうのもね、これなんかさらにこう強みとして力を発揮できそうですよね、はいはい、さあそうした中で今後の展開というところなんですけれども、はいはい、いかがでしょう。そうですね、でエンタメとテクノロジーの力で世界のコミュニケーションを豊かにということで、はい、私たち初めてですね、まあ、社内でもこの世界のというのを入れました、はい、で今国内で私たちは、まあ、非常に強い会社だと思っているんですが、はい、コミュニケーションの領域というのは海外でも十分にマーケットはまだまだあると思っているので、はい、ゲームであったりとかあるいは、公営競技やベッティングみたいな、ーはーはー、スポーツの領域っていうところで、はい、まあ、なんとか海外を目指していきたいなと、そんなふうに考えてます。あ、これも楽しみですね。確かに世界のっていうのはつきますとね、はい、まあ、それもあって先ほどエイビットダーダとか、はい、ああいった基準も出されているということなんでしょうかね。そして今度は今 そのモンスターストライク、はい、まあ、収益の柱というふうにお話もありましたが、はい、こちらいかがでしょう。そうですね、今年の早い段階で、まあ、累計売上で1兆、はい、突破するだろうということで、まだまだ、ね、はい、収益性というのは高いと思っていまして、うん、まあ、このモンストの柱っていうのできちんと収益っていうのを確保していくっていうのを、はい、1個テーマとして掲げています。うん、これまあ、この棒グラフのところなんですけど、はい、伸びがあんまり鈍化しないというのはすごいですね。そうですね、やっぱり顧客バランスで、まあ、新しいお客様も常に入ってきていただけているというのがすごく強みだと思ってまして、まあ、日本国内のゲームマーケットでも、はい、まあ、私たちの次の2位以下のタイトルに、まあ、1500億ぐらいですね、水を分けて、さらにそこの差を今伸ばしているところというところで、もうどんどん、モンストというのはまだ伸ばしていくぞと、はい、いう感じで考えています。いやいや、これは、まあ、
今すでにやられてる方もまた新しい企画とかね、はい、こういうのが出てきますとさらにこうなんか、巣ごもりがまたまたプラスになったかもしれないと。そうですね、まあ、あんまりね歓迎するのもあれですけれども、はい、まあ、なんとか楽しんでいただけたらと、はい、いや本当楽しみでございます。さあそして最後と言いましょうか、はい、これ公営競技、はい、これは先ほどもありましたけども最近あの、まあ、御社の関連と言いましょうか、あの子会社になったという部分あるんですよね、はい、そうですね、はい、あのまあそれこそそのまあコロナ禍っていうところでかなり強いというのが、まあ無観客でも高い収益を上げているというのが公営競技の領域なんですよね。でまあなかなかエンターテインメントを外で思い切りっていうのが楽しめない方にもですね、あのどんどんと今 DX をしていくことで届けていこうということで進めてまして、はい、まあ非常に今後の成長性っていうのは期待しているところですね。これやはりあの、まあ、先ほどもお話ありましたが、はい、あのまあ、自転車の競技と、はい、それからあと、まあ、競馬の馬の方ですね、はい、それからこ の,、まあ、この3つ の, この三者三様 の, この成り立ち、はい、プラスアルファというのはどういうふうにあの投資家の方見ていけばいいんでしょうかね。そうですね、私たちあのこのグループ間シナジーっていうところで、まあ、実は、ミクシー本社でも新しいサービス展開っていうのを準備していまして、まあ、近々あのお見せできるんじゃないかなというふうに、はい、自信を持って、はい、考えております。あ、ということは単体で、まあね、興味を持って競馬をされてもあるいは自転車競技の方でされても、はい、まあ、そのミクシーをまた使って何かしらまたあの使われている方にプラスアルファが生まれると、はいはい、あ、そういうことですか。まあ、そうなりますと初心者の方でもなんかあのこういう公営競技やってみようかなという方が増えるかもしれませんね。特に若い方とか、今までやったことないよっていう人たちに向けてですね、もうすごく分かりやすいサービス出していけるという自信は持ってますんで、まあね、ほどほどにね、これも楽しんで、はい、いただけるというのがいいでしょうかね、はい、まあ、いろいろお話伺ってまいりましたがもう残り時間も少なくなってまいりました。今度ですね、この木村社長からですね、投資家の皆様へ一言お願いいたします。はい、まあ、今コロナ禍というところですけれどもやっぱりエンターテインメントっていうのは非常に求められていると思っています。私たち、アートとテクノロジーを持って、楽しいエンターテインメントをどんどん届けていくように今仕込んでますのでぜひ、私たちのことを気にかけていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい、本日はですね、東証マザーズから第一部銘柄へ市場変更となりました、ミクシー代表投資役木村幸喜社長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。